マルゼンお松堂、株式会社は、日本の大手書店、出版社、専門商社、文化施設の建築、内装、図書館業務のアウトソーシング等も行い、幅広い業務を手掛けている。大日本印刷の子会社であるマルゼン、CHI ホールディングスの完全子会社である。なお、かつてのマルゼン石油、チーカマなど、チンメーカーのマルゼン、業務用厨房機器メーカーのマルゼン、 エアソフトガンメーカーのマルゼン、カー用品店のカーポートマルゼンとは無関係である。本店は東京都中央区日本橋2丁目に、本社事務所は港区海岸1丁目にある。明治時代のマルゼン創業は明治2年1月1日。創業時の社名はマリア商社その等規模に代表者としてマルヤ全八という架空の人物を記載したことから、 丸禅の名が生まれることになった。最初の店舗である日本橋店は丸屋禅七店を名乗る。創業者は福沢諭吉の門人、林雄鉄てである。和田垣健造によれば、この野号は林が福沢と相談の上選定したものであり、元は旧禅であり、玉は地球を意味し、洋書を輸入販売することは知識を世界に求めることで、あるとの意味が込められているという。 設立当初から、世襲が基本だった、当時の召集官を廃止、所有と経営を分離するなど、事実上日本初の近代的会社として知られる。マルゼンは、近代日本における西洋の文化、学術紹介に貢献し、その紹介する商品によって培われた寄付は、マルゼン文化と呼ばれ、多くの文化人に愛された。また書店のみならず、学術情報から、復職、 高級文具、建築まで幅広く手掛けており、創業時よりの商社的性質が現在も残る。1947年には、司忠氏が社長に就任してワンマン独裁宣言を行った。1990年代、マルゼンの経営が悪化し、当初一部上場の同社株式は、指定株となった。1999年、プリンストン再事件に巻き込まれ、 56億円もの多額の特別損失を計上した。2004年9月、旧日本橋店に代わる期間店丸の内本店を丸の内オアゾに出店、日本橋店は一旦閉店して建て替えを実施する。2005年8月3日、経済産業省に提出した産業再生法に基づく事業再構築計画が認定され、 登録免許税の軽減措置を受けることとなった。翌8月4日に、大和証券、SMBC プリンシパルインベストメンツから1000億円の出資を受け、同社が21.66%の筆頭株主となり、再構築計画を実施することとなる。2007年8月3日、大日本印刷と資本、業務提携。同月10日の大和証券、 SMBC プリンシパルインベストメンツからの株式上と2008年5月13日と8月20日の第三者割当増資を経て大日本印刷の子会社となる。2009年9月大日本印刷のプレスリリースにより同社出資の下で丸前株式会社株式会社図書館流通センター株式会社純駆動書店の三社が 経営統合する方針である旨を公表。2010年2月1日、マルゼンと図書館流通センターが事業持ち株会社、CHI グループ株式会社を設立し、株式移転を行い経営統合した。これによりマルゼンは上場廃止となり、代わりに CHI グループが新規上場した。二千十年八月、店舗運営部門を分社し、マルゼン書店株式会社を設立。 2011年2月、純駆動書店とマルゼン書店が CHI グループの子会社となる。出版事業部を分社化して、マルゼン出版株式会社を設立し、同日付で CHI グループの完全子会社へ移行した。2011年5月、CHI グループがマルゼン CHI ホールディングス株式会社に称号変更。2015年2月、 マルゼン書店が純駆動書店を九州合併し、商号を株式会社マルゼン純駆動書店に変更した。二千十六年二月一日、マルゼン株式会社がお松戸書店を九州合併し、商号をマルゼンお松戸株式会社に変更した。二千四年には IT 関係市会社を統合後、京セラコミュニケーションシステムと資本、業務提携し、 新会社、京セラマルゼンシステムインテグレーションを設立27.3%を出資した。2007年6月26日に、アマゾン .co.jp とオンラインストアの共同ブランドでの運営契約を締結し、8月28日からオンライン書店機能をアマゾン .co.jp に移管して、マルゼンオンラインストアとした。 2010年12月31日にて終了。2008年1月30日に、コンビニエンスストアチェーンの AM、PM を運営する、株式会社 AM、PM ジャパンと業務提携し、4月に新業態店舗、マルゼンキャンパスショップを、山梨学院大学、山梨学院短期大学キャンパス内に出展。以降、他の大学などでも展開。2009年に、 創業140周年記念として、限定万年筆のレモンと夏目漱石が内田ロアンから贈られたおのとを再現した漱石を販売している。全国約100店舗を数える丸禅純駆動書店前店舗で顔認識システムが導入される見通し。万引きした可能性のある客の顔データをデータベースに登録し、来店すれば検知する。店内には、 防犯カメラ作動中と告知はしているものの、顔認識機能があることは告知していない。また、Facebook から収集した顔写真との称号で個人名まで特定され、そのデータがブラックリストとして売買される可能性をも秘めているとして危険視する向きもある。国立新美術館から受注した資料閲覧室の運営業務を開始直前に辞退し、同館を運営する。 独立行政法人国立美術館から書籍購入などの取引を4ヶ月間停止されていた。林ライスの名前の由来の諸説の一つとして、丸禅創業者の林優敵だという説があるが、真偽は不明である。これに関連してか、丸禅では旧日本橋本店屋上にあった丸禅レストランのメニューに林ライスがあり、林ビーフ、林ポークなどを丸禅ブランド、 中暴落で販売している。ありがとうございます。